ってことは業務見つけましたよ。ということはこの先にあるはずですね。でもそこにはセブンイレブンありますね。でフィールがありますね。フィールは昔のナフコですよね。昔のナフコ、ナフコカニエか、ナフコカニエが、フィールに変わったんですよね。でナフコというとね、結構、全国的にはホームセンターの方が有名かもしれませんけど、さあそうするとこの先に出てくるはずなんですよ。ああ表銀がちゃんとありますね。ゲオこっちにちゃんと表の玄関があって、あそこもちょっと気になってるんですけどね、お目当ての手作りおにぎり、ちょっとあそこのおにぎり気になりますね。まずはあったサイクル券あ、サイクル系や。予想通り自転車屋さんですね。こんなところにいるんです。ああそっか、ね、車で走ってたんですよ。全然気づきませんでしたね。これはサイクル系ですね。これはファミリーマートに買収されずに見事残ったんですね。よかったよかった。ということでとりあえず看板に偽りなしということが分かりましたね。よし、よしよしよし、少しずつミッションは達してますよ。じゃあ次はおにぎり屋さんで買ってきましょう。言うて朝何も切ってないですからね。さあということで道を渡って来てみましたよ。手作りおにぎり、せっかくやからちょっと何か買ってきましょう。サイクル計算は相当な主張してますけどね、意外と気づいてなかったですね。さあ、ますね、お米屋さんのところもありますね。完全下道のエリアに入ってますけど、さあ、買ってみましたよ、おにぎりね。ちょっとごめんなさい、うまいこと見せれないですけど、あとでどっかでちょっと公園がなんか見つけたら だいたい食べようかなと思ってますけど、いやー結構ね、3個買ってみたんですけど、おにぎり、おにぎり3個で409円やったかな。そうですね、409円。いやこれ思ったよりボリュームありますね。1個相当でかいですね。サッカーだとそれサッカーだとさすがの俺らも結構作れるんちゃうかな。コンビニのおにぎりの感覚でいったら飽きませんね。いやでも値段安かったな。なんかこの辺のおにぎりで1個130円とか150円で、まあ高いやつやとね、うなぎおにぎりとか180円とかなってましたけど、なんか梅まぶしが160円とかってなってたかな。これは妖怪幼稚園、なんとか幼稚園あったんですね。しかしこれみるみる温度上がってきましたね。なんかマイルな気もしますけど、朝一早々にね、お土産新ランを買ってしまったんで、めちゃくちゃ撮影にかさばる。わあ、大きいところかな。まあね、とりあえずコンビの方を目指してるんですけどね。ああ、多分こっちまでスーッと行ったら本気の方行くはずなんやけどな。なんとなくね。東山線ってね、地図もそういう風に書いてあるか。こう、名古屋出たら、こう、ぐるーっと鍵状にね、ぐるーっと回るような書き方してあるんですけど、実際そんな感じなんですよね。ぐるっと、これまた、すごい。こっちが新しい店なのかな。すごいね。でも向こうの倉庫みたいに使ってるみたいですね。へえ。で、1本入るいろいろありますね。そう、実際にぐるっと回ってだし、何して最終的に八田からね、高畑の方に行くわけですから。ね、八田はね、近鉄沿線でもありますし、JR の沿線でもありますからね。位置が把握しやすいんですよ。まあ、車であの辺りよく走ってますし。中村高原からそっちの方にかけてはね、結構よく走ってたんですよね。結構新しい家もどんどん建て替わってますね。ね、新しいマンションも建っとる中で、ちゃんとね、
昔ながらの、ところもあって、ここまで砂坑なんや。あ、砂坑町って書いてあるな。じゃあどっちかというと名鉄の駅の方が近いんかな。砂坑駅の方が。ちなみにあれ砂坑って伸ばそうかと思ったら砂坑町ってなるんですね。知らんかった。こんなところにお好み焼き屋さん。お好み焼き300円って安いやん。すごいな。丸じゃん。いやー結構ありますね、いろいろと。さすがにおにぎりがあるんであれですけど、ちょっとこの丸家さんをちょっとキープで、また、そうそう、次の機会に、こっちの方はちょいちょい来ると思いますんでね。300円やったらいいですよね。昔ね、よく、大須でも、郵便局にさ、頑張った道教えてくれ郵便屋さんっていうね。でもここはさすがに私の知ってるね郵便局にいるわけでもないし、ここで多分知ってる郵便局員がおったらそれはそれでね、何やってるんですかってなりますからね。あ、ちなみに郵便屋さんやね、誰々さんって言ってどこですかって聞いても絶対教えてくれませんからねって言うし、郵便屋さんの人ね、まあ職場でもね言われると思いますけど、絶対教えちゃダメなんですよね。個人情報の漏洩になっちゃうんで、ここはね本当にねそういうね詐欺まがいのね、来たことありますよ私も。これで、ね、おで、行が見える。なんかどこに行っても行があるな。これまっすぐ行ったら中村公園とかっていうのが行くやろ。中村公園で食べてもいいんやけどね、公園ないし。中村の遺跡の近くにもね、なんか美術館がなんかあってね、そこでもなんか食べれるスペースがあった気がしますけど、あれ、うどん屋さんもあるとか、あんなところ。暑いのがね、結構ね、温度が高いもんで。これ中入りましょうか。これもずーっと行ったらね、これもずーっと行ったらいいはずですよ。多分。この辺りが、佐古前町。さすがにこういう辺りの町名は、佐古前町6とかね。配達で配っとったらね、全部ね、バンチー。とかね、バンチの区画はね、だいたい覚えてくるもんですけど、さすがに全然配ってこないとこなんで、わかんねえっす。あ、で、車も来るっす。で、ここは、なんて読むのこれ。お伊勢中学？なんて読むこれ。お伊勢だったのかな。あ、書いてあった。あ、あったった。お伊勢。お伊勢中学校なんや。へー、この辺りお伊勢地区とかって言うんですかね。どうぞ。ね、何でしょうね。なんかお伊勢さんね、伊勢となんか関わりあったりするんでしょうかね。結構ありますよね、そういうところ。伊勢崎町ってなってるとか、伊勢神宮の分祠があったりとか。いやしかしね、暑いもんだよね。ビデオカメラがもっとれんぐらい暑いな。よいしょ。あら、ポスト発見。これは14号か。ポストってね、何号何号ってあるんですよね。はい、ダメになったね。よいしょ。ああ、どっちにしろここ、封鎖になっとるわ。なーし、またでかいの作ってますね。これ何やったっけな。14号やったかな。ポストって1号から14、15、16って書いてね、1号、2号、3号とかっていろいろあるんですけど、1号はなんか角型とかね、丸型っていうのはよく CM とか広告に使われる昔ながらのポストですね。で、角型っていうのはこれまた一般的に昔よく見かけた2つ口があるタイプの角張ったやつね。
これまたポストといったらね、昭和後期の人はね、から平成前期のぐらいの人はね、もう、見慣れたもんですと思いますけど、さあこの辺りも集配してますね。ちなみにね、こうやってね、郵便物を配るのを集配業務って言うんですけどね、今の時間は何でしょうね、通配かな。あれですね、この時間だと即配の人が毎朝で出てきてるなんてこともありますからね。でも、バイクの止まり方が通配だよね。どうなんでしょう。お、配ってますね。あ、通配みたいですね。よいしょ。ご苦労様でございます、うん、土曜日もね、配達ありますかね。今度なんか土曜日の配達がなくなるなんて話もありますけどね、どうなるんでしょうね。まあ、ゆうパック配っとったみたいなとあんまり関係ないんですけどね、結局土曜も日曜もありますからね。ちょっと私はうすうす嫌な感じがしてきまして、それ道間違えてね、